石垣ラジオ。この番組は石垣島のパイン農家ラッキーこと荒木俊之と、毎日アースクリーンをしている合同会社縄文企画の田中秀則が、石垣島の魅力あふれる人物をインタビュー形式で深掘りしていく番組です。はい、石垣ラジオです。石垣ラジオです。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。はい、はい、そういえば秀、はいはい、なんだっけ、なんか話したいことあるって言ってなかったっけ。そうですそうです。1月の1ヶ月間、はいはいはい、僕大好きなんですけど、お酒が、はいはい、好きだよね、アルコールを飲まないっていうまたチャレンジを、去年もやってたやつ。そうなんですよ、ドライジャニアリーっていう、はいはいはい、イギリスで生まれてる、ムーブメントらしいんですけど、はい、アルコールを飲まないっていう、飲まないチャレンジに、はい、挑戦しまして、はい、達成しました。厳密に言うとあと1日。ああ、そうなんだ。はい、はい、いやいや俺無理ですよね。すげえなと思う、普通。でもね、あと、もう今年これはもう完全に、身につけたんですけど、ノンアルのビールで酔えるんですよ僕。あ、政治語れるぐらいになってきた。政治はちょっとわからんすけど、もう完全に酔っ払えるんで。あ、そう、はい、これはね、去年まではそういう感覚ではなかったんですけど、はい、今年はもうノンアルのビール飲んで、もう1本2本ぐらい飲んだら、はいはい、ああ結構酔っ払ったみたいな。完全なんかこう、脳がこう騙されてるんですね。そう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 、ね、もうなんかいい感じのプラシーボ効果みたいな。そうだよね。肝臓的には健康だけど、そう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 、でも気分的には酔った感じを味わえるっていう、味わえるっていう、すげえ技。なんかね、朝早く起きるようになったからかもわからないけど、まあみんなと一緒に飲む時間って大体8時とか9時ぐらいになっちゃったりするじゃないですか。でも1本2本飲むと、なんかその気持ちよさとともに眠気もくるんですよ。だからなんかいい感じ、なんか酔ってる感、酔ってる感が出てきて、なるほどね。あー、もう全然いい感じだなみたいな。で翌日、はいはい、もうもちろんアルコール飲んでないから、うん、もう絶好調じゃないですか、はいはいはい、朝からもう、うん、頭も痛くないし、うん、っていうので、うん、これもう下手したらこのままずっと続けちゃってもいいんじゃないかなっていう。それはちょっと言い過ぎだけど、いや、まあ、うん、でも、うん、すごいね、なんかやっぱ人間ってそうなんかな、うん、どうなんですかね、うん、でただ僕はその、うん、飲み出したら、うん、休肝日とか絶対ダメなんですよ。ああ、もう飲み続ける。そう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 。毎日少し。そう、うん、1週間に1回、うん、飲まない日を作りますっていう人とかはもうすげえなと思うんだけど。逆にね。そう。もう俺どっちもすげえと思うけど。1ヶ月っても決めて。なるほどな。それだけ飲まないっていうのは。はいはいはい。そうだから、みんなも結構気使ってくれて。へえ。お酒差し入れしますみたいな時に。ノンアルビールを買ってきてくれたりとか。買ってきてくれるんだ。そうそうそう、なるほどね。ありがたいと思って。じゃあすごいな、でも、うん、あ、でもいいことだけど思うけどね、俺ね、まあ1年に1回ですからね、うん、1ヶ月ね。そう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 。でこれやるとね、何がいいかって、めちゃくちゃ時間が長いっていうか、有効に使える。1日の多分朝一からすごい、感じ、すごいいい感じで動き出せるんで、目覚めが良さそうよね。目覚めもいいし、多分睡眠もちゃんと取れてんじゃないかなと思って。いい睡眠。そう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 。なんでなんかもう今1月の収録してるのは多分24か。24。はい、ですけど、はいはい、すんげえ長いなみたいな。ああ。長さも1月が長い。1月もそうそうそう。年明けたらもういつだっけみたいな。はいはいはい、はい。なんかそんな感覚でもあったりするんですよ。なるほど。あ、じゃあ、うん、充実もしてるんだね、じゃあね、多分。そうですね。うん。いや、なんか俺、もう最近思うわ、なんかこう、うんうん、ちょっと頭の働きが悪いなと思う時があって。はいはいはい、はい。飲みすぎかなっていう。あ、うん。睡眠の質とかもあるだろうけど。ある、そう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 。で、もう一個今年初めて感じたのは、うん、みんな飲んでてもちゃんとしてるっていうのをすごい感じたんですよ。どういうこと？僕結構飲んだら、うんうん、まあ、変な風にはならないけど、はいはいはい、眠くなったりとかして、勝手に寝てたりとかも結構するんだけど、うん、結構みんなぐだぐだ飲んでても、うん、ちゃんと話してるし、うん、
しっかりしてんだなっていう。あ、そうなんだ。そう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 。してない人もいますけどね。ああ、うん。いや、俺の周りはあんましてない人ばっかりだけど。ね、そう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 。なんか最近ちょっとね、そういうのはちょっと本当に、おいおいってなる。ああ、そうなんだ。そう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 。でもなんか、綺麗に飲んでる人たちは、すごいなっていう、逆に尊敬。汚く飲まない人ね。そう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 。いつできるかな、そういうの。もう俺寝ちゃうんだけどね、大体。ねえ、そうですね、うん。僕も寝るからあれなんだけど、うん。変に絡んだりはしないんだけど。うんうんうん。ごく稀にあるけど。まあでも、はい、すごいね。来年もじゃあ普通にできそうだね。そうですね。うん、これはね、なんか、習慣っていうか、うん、1年に1回の、うん、なんか自分の中での。行事みたいな。そうそう、リセット。リセットみたいな感じで、やっていきたいなーって今思ってるんですけどね。うん、だいぶデトックスできんだろうね、これね。と思いますけどね。1ヶ月はね。1ヶ月まるまるアルコール抜いて、肝臓は相当負担かかってないでしょ。うん、うん、うん、うん。いや、素晴らしい。そう。あと今年はね、SNS もちょっと抜いてるから、あ、それも多分だいぶ影響あると思うんですよね。触る回数をもう、はい。減らしてる感じ、はい。時間制限してます。いや、減らした方がいいと思う。ね、なんか。そう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 。俺もなんか最近、うん、ちょっと見すぎてるなと思ったから、うんうんうん、なるべく見ないようにしてるけど。スマホの機能で、何時間使ったらもう強制的に見れないっていうのを一回やってみると。はいはい、あ、それアプリがあるの？いや、もう、iPhone だったらそこに入ってるんですよ。ああ、そうなんだ、はい、そういうのが。へえ。で、このアプリとこのアプリとこのアプリっていうのを設定しとくと、例えば、僕は今 1時間ってやってるんですけど、はいはいはい、1時間経つと強制的に時間切れですってなるから。トータル時間でやってくれるんだ。そうそうそう。あ、すごいね。そんなアプリあるんだ。だからそれだと本当にあれですよ。もう、自分のこと出すとか、うんうん、はいはいはい、コメント書くとかで精一杯で、人の見る余裕がなくなるから、めっちゃ見たいなって最初思ったけど、もうなんか全然それよりも、返すことをまずやろうとか、返信をしようとか、そういうところに集中できるから。まあ、限定することで、うん、そうよね。やることをこう、なんだ、集中してやれるからね。そう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 。うん、そうか。それも、まあ、いいのかもね。まあ、その、情報収集したい人の場合はね、うんうん、またそういう使い方じゃない方がいいのかもしれないけど。もちろん、もちろん、もちろん。まあね、うんうん、やり方としてはありだなと思うな。なんか実験的に、やってます。うん、いい、ね、うん、いい感じじゃないですか。はい。はい。ということで、じゃあ本編いきまーす。はい。はい、はい、今日はですね、はい、ゲストに。ゲストに。はい、どうぞ。いきなりですね。高谷さんが、まず、はい、高谷雄一郎さん。はい、そうです。高谷雄一郎さん。はい、お招きして。で、うん、そこにもう一人、はい、ゲストが来てくださってます。はい、白穂のバンちゃん。深夜バンちゃんの。そうですね。オーナーさんで、はい、バンド秀介さんです。はい。はい、ようこそ、バンドさん。ようこそ。はい。よろしくお願いいたします。お願いします。来てくれてありがとうございます。いえいえ、本当にこちらこそありがとうございます。こういう場に呼んでいただきまして。いつも美味しい美味しい、ランチを。はい。ありがとうございます。いえ、こちらこそ本当にどうもありがとうございます。はい、バンドさんは、はい、簡単に今、どういうことをされてるか説明していただいてるんですか、ね、そうですね。空港から近い白穂という集落で、はい、はい。春夜晩ちゃんという、朝ごはんとお昼ごはんの店を、はい、やっております。で、まあ、基本コンセプトとしては、はい、まあ、地元素材を使って、うんうん、まあ、自分たちなりのアレンジをして、はい、まあ、お客様に提供して喜んでいただけるような、はい、店作りということで、はい、もうじき丸9年になります。はい、はい、9年なんですね。そうなんです、ね。すごい。それであれですよね、高橋さん、はい、昨日実はワークショップの時にそうランチ、ね、お弁当お願いして食べたんですけど、どうでした？蓋開けてびっくりしました、ね、すごいボリュームでドーンってんで、今ね僕ちょっと写真見ながら話してるんだけど、すごいおかずがめっちゃたくさん入ってて、いや本当にどれも美味しくてね、はいはいはい、はい、掘っても掘ってもご飯が出てこない。もうなんかおかずがたっぷりすぎて。愛しかないですよね、お弁当ね。すごい苦しかったけど、うん、めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます、本当に。地元素材なんですか？あ、ほぼほぼそうですね。はい、そういう形で。いや、すごい美味しくて。で、僕、まあ、農家なんで、自分の野菜ばっかりしか今食べなくなってるんで、時期、大根と里芋と人参と白菜とぐらいしかないので、はいはいはい、久しぶりになんかもう茄子とか食べれて、はいはい、
っちゃ嬉しかったです。 ありがとうございます。そう言っていただけると本当にスタッフも喜ぶと思います。ありがとうございます。石垣はね今ナス普通に取れるからね、うん、羨ましい。逆に夏がないんですよね。夏はない野菜が。そうですね、夏本当に野菜がなくて困るんですよ。ですよね、はい、はい、バンちゃんとかどうされてるんですか夏。いやあのだから野菜はレパートリーが少なくなりますよね。ああそうなんですね。ですよね。でやっぱりもう県外からのものもやっぱり入れたりとかしながら、はい、あ夏は、そうですね、やっぱり全部が全部フルでカバーするのは難しいし、まあ台風の後とかね、はいはいはい、本当にごっそりなくなったりとかするので、そうですね、そういう部分も考えたりしながら、ね、なるほどなるほどなるほど、はい、はい、うわそうか。そうで、はい、まあそんな坂東さんをお招きして、はい、今日はですね、はい、あの一応テーマがあってですね、うん、まあ坂東さん飲食店じゃないですか、はい、で高田さんは言ったら堆肥職人ですよね。堆肥職人、うん、はい、なんて言っていいの、生ゴミ野郎じゃないですか。生ゴミ野郎じゃないですか。堆肥職人っていいっすね、うん、今初めて言われたね。なんかねあのその高谷さんどうやって呼んでいいのかなって考えた時に、なんか堆肥制作者とかもなんかちょっと硬いし、堆肥アーティストとかどうですか。まあでもアートじゃない気がするね。クリエイターですかね。だから職人がなんか一番ピッと、職人生ゴミ野郎は、うん、高谷さんが自分自ら命名した。あそう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 、うん、なんかちょっとインパクトのあるのと思って、うん、はいはいはい、生ゴミ野郎ハッシュタグ生ゴミ野郎で、そうそう、ゴミのひらがなカタカナちょっと教えてくださいこのタイミングで。これはですね、生ゴミ野郎のゴミの字が、ね、なんかもったいぶった割にはそんな大した意味はないんです、うん、いやもともとひらがなのゴミだったんですよ。ひらがなの日本語でゴミっていう時は、はいはいはい、なんだけども、はい、なんかいつの頃からかこうカタカナの表記っていうのが始まって、うん、なんか、はい、あのそういう風に使われるようになったんだけど、あ、その全体的なその使われ方として、うんうんうん、でも僕の中ではなんかそのカタカナのゴミってすごい冷たいイメージがあって、ほうほう、なんか例えばペットボトルとか、まあ、空き缶とかも別にリサイクルはもちろんできるんですけども、うんうん、はいはい、まあ、そういうのはなんとなくカタカナのゴミがしっくりくるんだけども、生ゴミはリサイクルできるもの、リサイクルできるっていうか、うん、あのなんていうの、生ゴミ以外のものに対しては、うん、あっちのゴミって僕しっくりくるんだけども、カタカナのゴミ、ね、カタカナのゴミ、ほう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 、生ゴミの方は、はいはい、あのゴミにしちゃうと、はい、なんかただの厄介者っていう感じがすごく僕は印象があって、ひらがなの方がなんか可愛いなと字面がなるほどなるほど、丸みもあるし、うん、でこれはひらがなで生ゴミっていう風にやろうと思って、もうずっとこの生ゴミの話するときは必ずひらがなで、うん、あのやるようにしてて、なるほど、 それで言うと、はいはいはい、ヒデが一応リサイクルでほら、うん、拾ってるゴミも、はい、あの表記カタカナじゃなくてひらがなに、いや僕もねそこやっぱりあの常々やっぱりどっちで書こうかって迷ったりするんですけど、うん、日本財団さんっていう、うん、まあ、海ゴミに取り組まれてる、うん、あの団体があって、はいはいはい、団体というかその、組織があるんですけど、うん、そこはねやっぱりひらがな表記なんですよ。あ、へえ。でそこをすごくあのシビアにというか、うん、徹底してる、徹底してひらがな表記でされていて、うんうん、多分何かしら僕は聞いたことないんですけど、うん、何かしらの意味を持ってひらがなでやられてると思うんですよね、うん、自分の中ではまだそこの明確な定義がなかったから、うん、なんでそうなのどうしても聞いてみたかったんですよ。なるほど、ね、ワークショップ中に出てきた、僕はねなんかもうカタカナのゴミっていう字にちょっとね、うん、まあ、嫌悪感じゃないけども、うん、なんか違うなっていう感じすら今抱いてて、ゴミの表記でこんなに喋るって面白いただね、もう ぜひね、ひらがなで、なるほどなるほど、リサイクルできるものは、うん、ひらがな表記、なんかもしかしたらそういうイメージが定着したら面白いなって思って、うん、あでも、うん、ありっすよね、この切り分け、うん、あの完全にリサイクルできるものとできないものの切り分けみたいなのは、うん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 、ある種概念として面白いかもしれない。なるほどなるほど、そうか。でもね、生ゴミ野郎はねちょっとインパクト強すぎて、はいはいはい、なんかちょっときついっていう人もいるんですけど、生ゴミ野郎だとそっからなんかその堆肥とかっていうところに、うん、その初めて聞いた人はなかなかこう、うん、連想しにくいかなっていう、繋がらないそう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 、そうですね、じゃインパクト重視です、ね、インパクト重視でちょっとでも解明するかもしれない、ね、あもしかしたら、はい、T シャツ作ってました、ね、さっきまで着てましたよ、ね、そう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 、堆肥職人いいかもしれないですね、うん、そうそう、だから、はい、まあ話戻して、はい、今日のテーマなんですけど、まあ、飲食店と堆肥職人から、うん、あまあいいとごめんなさい飲食店と堆肥職人が語る、うん、生ごみ堆肥化の、まあ、可能性みたいなことについて語ってほしいなと思うんですよ。坂東さん言ったらほらずっと飲食されてますよ、はい、
ホテルでしたっけ。そうですね、前のステーション、はい、その9年前は、はい、ホテルの方でコックやってました、はい、ですよね、はい、まあ、それこそやっぱ廃棄されるゴミって、そうですね、もうそれとほぼほぼ僕はまあ、石垣に来てからコック始めたんですけども、はいはい、まあ、ホテルでずっと勤めてたんで、ね、はい、だからやっぱりペーペーの頃からやっぱりゴミ捨てとかそういうのを、はいはいはい、やされることがほぼほぼ15年間やってきたので、だいたいどれぐらいの量出てっていう部分で、はいはい、厨房でどういうものが出てとか、はい、あと、ね、こう朝ごはんとかで今ビュッフェスタイルとか多い、うん、ますね、そうなってると、はい、お客さんの、まあ、残された、うん、ね、食品であるとか、はい、そういう部分とかの出た量とかも、はい、ああこんなに出るんだっていう部分を実感として感じてる立場だったんで、はいはい、だからまたもう、ね、そういうものが有効に活用できる術があったらね、うん、本当に思ってたんですけれども、なかなかね、うまくそういうふうな形で循環することできなかったなとは思いますね、はいはいはい、めっちゃ当事者っすもんね、はい、ゴミをものすごい廃棄する側ですね、はい、側ですね、どういうものがあってというのも分かってるんで、うん、そうか、そうなんですね、はい、だからまあそんな、はい、ね、経歴でされてきてるんで、うん、やっぱりその坂東さんから見えるこの生ゴミの現状みたいなものと、うんうん、でそこに高谷さんが今持っている、まあ、知識というか、うんうん、まあ、実際に地域でそういう活動されててうまくいってたりいってなかったりってあると思うんですけど、うんうん、まあ、それの事例も含めて、はい、今日語ってもらえたら、その坂東さんもやっぱその、はい、うん、これからどういう形で生ごみの処理っていうのを進めることができるかっていうのが見えてくるんじゃないかなと思ってて、うん、いやすごいいい機会を与えていただきました、うん、ありがとうございます、うん、なんかちょっとそのコラボをちょっと見たいなと俺が本当に思ってしまったので、うん、だ今回は坂東さんにお願いしに行って、なるほど、うん、実際僕すごい本当に貴重な機会だなと思うんですけど、はい、飲食の現場で生ゴミが出る流れっていうのは、はい、まあ、実際こう調理をして、そうですね、はい、やっぱこの剥いた皮とか、はい、使わなかった部分とかっていうのを、はい、まあ、三角コーナーではないと思うんですけど、はい、まとめてどこかにこう、あ、だから今石垣では、家庭ゴミとしては出せないので、はい、事業系ゴミということで直接グリーンセンター、クリーンセンターに持っていくか、うんうん、焼却場ですね、はいはい、に持っていくか、もしくは、まあ、業者さんに頼んで、結局行くところはもう焼却場です。じゃあその生ゴミだけをこう入れているゴミ専用のゴミ箱みたいなのがあるという感じですか。そうですね、だからやっぱりその先ほどもちょっとありましたけど、やっぱり匂いがしたりとか、うん、そういう部分が出てくるので、やっぱり個別に、まあ、梱包して、はい、でそれで他の燃えるゴミと一緒にして持って行ったりとか、そういう形をとってますね。じゃあもう毎日やっぱり出すんですか。いや、週に今自分たちの店でそんなには出てないと思うので、はい、まあ、週2回ぐらいのペースで、はい、直接持っていくような形でも全然今のところは待ってますけど、ただホテル規模になるともうちょっと話にならないぐらいの、やっぱホテルだと毎日そういう回収者が来て、そうです当然毎日でないと多分、うん、そうです、まあ、量がすごいです、ね、そうです、だから年末年始とか、ね、やっぱり泊まるときはえらいことになってますよね、やっぱりね、ですよね、そうです、逆にお客さんは多いですからね、はいはいはい、だからそういうこともあったなっていうことを言うやっぱり生ゴミって結局置いといたら腐っちゃうし、そうですやっぱり匂いもあるしね、こう、うん、ドリップもいろいろ出たりとか、厄介な、いやいや本当にそうなんですよね、ですよね、はい、きっちりやっぱりこう作業効率優先なんで、はいはいはい、量も多いんですよね、うん、で特にそれとプラスアルファのお客さん食べ残しとか、まあ、そういう部分とかのレストランで出たゴミとかいう部分とかも合わさると、うん、やっぱりこう水分量も多いので、そうですね、水分も多いですね、そうなんですよね、本当だからとんでもなく重いです、あ重いですよね、うん、でこう袋がちょっと破れたりすると、そうだともう大惨事が、汁が何やっていう感じでなりますね、僕らも飲食やってましたもんね、やってたやってた、ね、めちゃめちゃ分かる、本当嫌ですよね、すよ、ゴミ捨てるとこに持ってくのがめっちゃ嫌だった、うん、ね、そうですよね、本当ちょっとでもこう破れてたりとかしてこぼれてると、もう本当に車中に僕も昔バイトで東京駅の地下のお店で働いた時があって、東京駅中の飲食店が捨てに来るゴミ捨て場があって、うん、やばかったっすね、もうなんか想像しただけですすごいっす、うん、
でも結局その参拝にしろ何にしろこうゴミを捨てるのにお金もかかる、ね、当然そうですね、はい、いやだから本当に、まあ、もったいない、お金を払ってこういいものを捨ててるみたいなので、うんうん、非常にもったいないなと思うんですけども、うんうん、でもやっぱりこの実は僕が知ってるところでいくつかその、まあ、知ってるところであるのがリゾートホテルの、うんうん、中で堆肥化をやってるところがあって、あ、はいはいはい、まあ、リゾートホテルなんでレストランもいくつか中に入ってて、うんうん、でまあ、そこで、まあ、出る生ごみを毎日この軽トラックとかで集めて、はい、で堆肥者がそのホテルのですね裏の方にあって、うんうんうん、そこで全部今回ワークショップでやったののもうちょっと大規模な感じの堆肥化をやるみたいなのがあるんですけども、やっぱり、まあ、どこでもできる仕組みではないだろうなとは思ってるんですけど、そうですね、なんとかねそういう飲食店から出る生ごみを堆肥化するっていうのをやりたいですよ、ね、やれたらいいっすね、うん、あでほらまあ、今いろんな、うん、そういう堆肥化の動きって進んでるけども、うん、海外とかどんな感じなんですか？海外は、うん、ネパールの話とかあるんですけども、ね、うん、ね、ちょっとこうこれは飲食店ではなくて一般家庭になるんですけども、はいはい、まあ、それこそその昨日やったワークショップと同じような、うん、まあ、床材っていうのを作って、うんうん、床材っていうのは簡単に言うとどういうものか、うん、床材っていうのはですね、うん、まあ、ちょっともうちょっと遡って話すると、はいはい、まあ、生ごみはなんで腐るのかっていうことなんですけど、生ごみっていうのは養分と水分が多いから腐るんですよね、うん、はいはいはい、水分が多いだけだったら、まあ、水分多いというものも腐りやすいんですけど、うん、養分がなければそんなに腐らないんですけども、うん、養分と水分が多いから腐っちゃうんですよ、はいはい、じゃあ腐らせないためにはどうすればいいかっていうと、これ水分を減らすことで生ごみっていうのはだいぶこう腐りにくくなる、はいはい、でそのためにはその生ごみを乾かすために何かこう資材を入れなきゃならないんですけども、うん、そこで使うのが床材なんです。床材、うん、でこの床材っていうのは、まあ、ちょっと堆肥を作る技術の、一部を少し応用してて、まあ、微生物をこうドーンとこう一時的に、うん、はいはい、一時的にというか、まあ、増やしたような状態の、うん、まあ、もみ殻とかですね、はい、米ぬかとか、うん、落ち葉を合わせたようなものになります、うん、なので、まあ、それが箱の中に入っているとですね、うん、まあ、微生物がよっしゃもう来い来いっつって、はいはいはい、ご飯来いって言ってるところに生ごみポンと入ってくるとわーっとこう分解が始まるわけですよ。そういうことか。通常は例えばコンポスターとかだと入れてるのはただのもみ殻だから菌がいないっていう話なんですね。そう、もみ殻にももちろん菌いるんですけど、うん、はいはいはい、全然やっぱ少ないんですね。なるほど。だそこに生ごみ入れたら、うん、そこからわーっとこうだんだん増えていくんですけども、はいはいはい、うちのは「うん、これだ!」って、はいはいはい、待ってるわけですよ。あ、じゃあもみ殻はめっちゃスロースターターだけど、もう即点火なんですよ。床材の場合も。いきなり傭兵がいっぱいいるような状態になるんで、でもう腹すかしてるんで、そう、迎え撃つ状態が。で生ゴミの元気のいいペットみたいなもんですね。あ、そうなんね。微生物のペットを飼う感覚、うん、なるほど。餌あげてる感じですか、生ゴミは。で、ごめんなさい、床材の話だったんですけども、はいはいはい、でその床材を使ってネパールではその生ゴミの回収をやってまして、まあ各家庭にこうバケツみたいなのが配布されて、はいはい、まあ、床材が渡されると、うんうん、でまず床材を入れて、うん、生ゴミ入れて床材入れてって感じで、うんうん、まあ、サンドイッチにしながら、うん、はいはい、生ゴミをこう貯めていく、はいはい、まあ、こう貯めるっていう言い方は良くないですか、うん、捨てるんじゃなくて貯める、貯める、うん、で1週間すると、うん、トラックが集めに行くんですよ、はい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 、この時こう坂本九の上を向いて歩こう爆音で鳴らしながら回収車が来て、そしてみんな家から出てきて、はいはいはい、バケツをこう高々と上げて、はいはい、トラックにカバーッとこうやって代わりに床材をもらうっていうような感じで、うんうん、ネパールはもう、うん、あと何年だったかな、何年かのうちに、うんうん、国の農業全部有機農業にするっていうのを施策にしてるんで、はい、まあ、その一つの手段として生ごみを堆肥化するみたいな感じで、うん、はいはい、まあ、やってたりもしますね。これ堆肥作りを教えたのは日本の人なんですか？あ、これはですね、うん、まあ、なんかすごい縁なんですけども、はいはい、それこそ橋本さんのコンポスト学校に僕が行ってた時の同期の、はいはい、鴨志田くんっていうのがあるんですけども、はいはい、鴨志田くんがもともとね
高校の数学の先生だったんですよ。ほうそうなんですか。その時に何かの間違いで堆肥作りについて教えてほしいっていうネパールの人からあのメッセージが彼のところに来て、数学の先生なのに。そうそうそう。で、まあ、なんかね、うんうん、同じ同姓同名の中誰かとなんかちょっと勘違いがあったみたいな。そういう間違いなんですか。そういう間違い。でも彼はもうこれはあの俺の人生に課されたミッションだと感じて、結局、うん、仕事辞めてです、橋本さんのところに行ってその堆肥の技術を学んで、はい、うん、で、うんうん、ネパールに行って堆肥川のことを道筋で聞いて面白い。でなんだそれ、今どんどん広がってて、もう堆肥者ボン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 立ってるんですよ、ネパールに。ネパールで、あっちはどこなんですか、ネパールの。ネパールの、ね、うん、ティミっていう市、ティミ、ティミ、どこだ、カトマンズの近くで、まあ、ティミ市っていうのがあって、はい、そこをまずスタートにして、まあ、でも今ねもっと増えてるんで、うん、ちょっとよくわからないんですけども、はいはい、かなり広がってるらしいですね。まあそんな感じで、うん、まあ、世界の方が逆に先に、うん、進んでて、うん、まあ、日本で全く同じことができるかっていってやっぱりいろいろ難しいとは思うんですけども、まあ、飲食店はでもある程度こうまとまって出るので、そういうのを請け負うようなある程度大きい施設だったり、だからちゃんとこれで収益が取れるんだったら、まあできた堆肥がちゃんと適正な価格で販売できるとかになったらビジネスにもちゃんとなるような気はしますね。これあれですよね、でもバンドさん、飲食店であのもしそういうのやるとしても、なんか意外とその処理する箱みたいなものを置く場所はなんかなさそうなイメージ。そうですね、これはね違うんですよ、ちょっとやり方が違ってて、はいはいはい、飲食店でもしやるんだったら、うん、基本回収は、うん、まあ、少なければ、うん、少なければ、毎日じゃなくてもいいのかもしれないですけど、はい、基本毎日にするんですよ。で、あの大きなザルを置いて、うん、生ゴミは全部そこに置く、入れるんですよね。でそのザルをガパッとこう回収していくみたいな形なんですけども、まあ、少ない場合はでもあれか、確かに箱をちょっと増やすとか、大きな箱にするとかでできる気がしますね。で、そのでも、回収したやつは誰が処理するんですか？その、うん、あの生ゴミは飲食店で。それはだから今のところないですよね。まだないですよね。なるほど、うん、だから出る量が多くなってきたら、うん、やっぱしょ、例えば荒木さん一人では絶対処理できない量になってくると思うので、うんうん、だからそのじゃあ一時処理は飲食店だったら、うん、まあ、一時処理っていうそのボックスでやる処理のことを言うんですけど、うんうん、一時処理は飲食店の場合はその飲食店がやるというよりは、飲食店はそのザルに置いたような生ゴミを置いといて、うん、それを誰かそういう事業をやる人が回収してやるっていう形がなんか一番、実際にそういうのがあったりするんですかね。最初に言ったリゾートホテルは全くそういうやり方で、食堂では毎日終わったらそのザルの中にこう生ゴミが入ってるのを、はいはい、回収してきて、堆肥者の中に床材があってそこに生ゴミを入れると、だからそこが一時処理なんですね。なるほど。一時処理の箱じゃなくて一時処理の部屋で、そこで貯めていって、はいはいはい、例えばに、5週間ぐらいで、規定量になるっていうふうになったら、そこから二次処理にするっていうようなやり方で、まあ、二次処理っていうのはそのちゃんとした堆肥化を二次処理っていうんですけど、高温で発酵させ、結構長く発酵させる。そうですね、60度以上にきっちり温度を上げて、はいはいはい、水分を管理しながら堆肥化していくんですけども、バンドさん、でも例えば今、はい、高谷さんが言ったような感じであれば、はい、飲食店できそうな気しますね。ですね、まあ、自分たちの、まあ、生ゴミ自体が事業系ゴミっていう扱いで、はいはいはい、で、うんうん、回収する時でも、うん、まあ、契約の内容にもよるんですけど、はいはい、重さによるんですよね。でやっぱり一番重さを取るの何かって言えば生ゴミなんですよ、うん、水分多いですね、だから、はい、そういう形で、うん、まあ、仮に無料でも回収してもらえるんだったら、はいはいはい、全体的に出すゴミの量は減るっていうことで、事業をしてるものっていうか飲食店やってるものとしてはありがたい、うん、はい、あ、もしそういう仕組みがあれば、はい、そういう仕組みがあればきっちり回収に来てくれて、はい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 、持って行ってくれるんだったら、うん、それはもう嬉しいってなりますよねめちゃめちゃいいですよね。いやいや、それも、ね、助かりますよ、本当に、はいはい、僕がもう一つ知ってるのは、うん、コールドプレスジュースっていう
プレスして、あの絞るジュースの、うん、あの残渣を堆肥化してるっていうところがあって、うん、あはいはい、ジュース屋さんが、うん、ジュース屋さんが、うん、まあ結構すごい量出るんですよね、はい、うんうん、でもこれはめちゃくちゃいい材料なんですよ、はあ、なんでこれを堆肥化するっていうので、うん、そこは直接農家と組んでるんですよね、うん、なるほど、うん、でこのコールドプレスの場合は、はいはいはい、どれぐらいの頻度で持ってってるのかは分かんないけど、うん、まあ、ある程度こうフレッシュな状態でその農家のところに持っていって堆肥化するっていう風な感じで、うん、ただその場合もやっぱりあれですね、送るのは生ごみで、うん、向こうでまあ一時処理的にそれを貯めて、うんうんうん、溜まったら二次処理するっていうような形に戻ってると思うんですけど、そうか、まあ、そういう事業者が出てくるかどうかみたいな話ですね、うん、それってね、アルさんのところでその一時処理をちょっとテスト的にどっかの飲食店さんのやつをいやいやいや受け入れてちょっとできないさ本業がおろそかな本業があるからね、なんかそこは うん、俺がやるというイメージじゃなくて、はいはい、なんか自分が活動を進めていく中で、うん、それこそ鴨志田さんじゃないですけど、うんうん、なんかピンときたような人が、うんうん、狂ったように始めるっていうのがすごい理想的だなと思ってます、ね、そうですね、うん、まあ、民間というか、まあ、個人レベルでもいいんで、うん、こういう取り組みを始めて、うん、それを見て面白そうだなと思ったら、うん、こう、うん、事業者が入ってくるとか、うん、最後は行政が入ってきて、これを行政サービスにしちゃうっていうふうにまでなったらすごい面白いと、うん、これ例えばですよ、バンドさん、その普通にグリセンターとか持ってって、はい、処理するじゃないですか、お金を払って、はいはい、でこれ同じお金でいいから、うん、なんかそれをやってくれる人がいたらどっちにお金払います、こう、燃やす方とその堆肥にしてくれる方と、それはやっぱり堆肥じゃないですか、やっぱそうですよねそれ例えば、堆肥するときにちょっと高くなってするじゃないですか、はい、まあ、その高くなるのがどのぐらい高くなるのか分かんないですけど、はいはい、それの場合ってどうお考えですか。僕の場合は、はい、デイリーミールズ、まあ、お弁当をこの間買っていただいたところでも、うんうん、キエロを置いたりとか、はいはいはい、いう形でやっぱり極力そういうのを有効に活用してもらえるのがありがたいと考えているので、うんはい、やっぱり多少高くても、はいはい、まあ、それが有効に活用されるんだったらということで、うんうん、ぜひそっちそういうのがあれば、はいはいはい、協力したいなと思いますけどね。ちなみに今キエロってワードが出たんですけど、まあ、はい、キエロってあれですよね、その木の箱作って、うんまあ、そこに生ゴミを入れると、うんうん、まあ、消えていくのでそこで処理ができる、そうですね、そうですね、土がいっぱい入ってて、うん、土壌微生物より分解できる、特材は入ってないんで、そうですよね、うん、はい、そうですね、まあ、キエロは、うん、やっぱうまくいってる人とうまくいってない人がいるんですけども、うんうんはいはい、まあ、ある程度やっぱ箱が大きくないと厳しい、うんはいはい、昨日もねちょっとちっちゃい箱でやっててあんまりうまくいってないっていう人がいましたけど、はいはいはい、僕も葉山式の、はい、ベランダ用の、はいはい、結構な LFC、うん、あ違う、うん、キエロ、うん、キエロの、千葉県の葉山市が、うんうん、あ千葉じゃない神奈川の、あ神奈川、あうん、うんうんうん、で、そうそう、そのベランダ用のっていうので結構な量の大きいの、うんうん、はいはい、そうやってたんですけど、あれ本当に消えるんですよ。うん、すげえってなって、うん、ただずっと僕も継続的に使ってきてたわけじゃないんで、うんはいはい、昨日の高谷さんのお話聞いて、うん、やっぱりその限界があるみたいなことあったじゃないですか。うん、そのでそうもう食べ過ぎちゃったら、うん、もうそれ以上消化できなくなっちゃうんで、うちの箱の場合は2ヶ月経ったら、うんまあ、リセットしてまた1からスタートってなりますけども、はいはいうんうん、やっぱキエロってね基本的に土壌微生物にどん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 分解していって、うん、こう順繰りに穴掘って入れていくっていうやり方ですけども、はい、まあいつかはいっぱいになるでしょうね。だからそれがやっぱ土が多ければいいんだけども、うん、でさらにそれを、まあ、またこう堆肥として使えるかっていうとちょっとね、うん、難しいですよ、うん、いや基本的にあれですよね、バンさん、キエロってそこで処理したものをなんか使うっていうのはあんま、はいそうですね。はい。使えたらいいのになと思って始めたんですけど、いや、全然質量も増えないし、はい、ずっとそのまま土のままっていう形だったので。うんうん、なんかそれがでも売りみたいな。そうですね。はい。自分は認識していて、うんうん、すげえじゃん、この仕組みと思ってたんですけど、うんまあ、一番の違いが、なんか要するに、まあ、消えただけ、ゴミが消えたっていう感じで、それがまあ循環はしてない、うん。そうそう。まあ、燃やすよりははるかにいいと思うんですけども、そうですね、まあ、そこでやっぱり終わっちゃうっていうのはちょっともったいないかなって気がしますよね。
な多分そこが一番の違いだと僕は認識して今回そのワークショップをやってきたんですよね。だからなんかねでもバドさんそうやって多少高くても、はい、そういうなんかこう、ね、世の中にとって良さそうな仕組みはやっぱ取り入れたいみたいな話。そういう事業者さん増えたら、うんうん、堆肥化しようっていう人もね、うん、増えてくるんじゃないかなと思うんですよね。いやねやっぱでもそういう流れになってないんですよ、うん、高橋さんほらなんか最近、うん、あの企業さんからもなんかいろいろ相談を受けてるらしいじゃないですか。ちょっと、すごい面白い話が、はいはいはい、結構連続してパンパンとこう来てるんですけども、はい、まあ、ある会社の社員食堂があって毎日大量 の, その生ゴミが出て、はい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 、それを堆肥化するっていうのを、うんうん、やらないかっていうような話になってて結構な企業さんですよねこれね。これはねちょっと言えないんですけど言えないけどね結構な企業さんですね、まあ、かなり大きな企業で、うん、もしその会社が全社でそれを取り組んだら本当にすごい量でやばいことなんですねで、まあ、例えばそこが今農業部門は多分ないんですけども、はいはい、その社員食堂から出た堆肥で野菜を作ってんで、うん、それをまた社員食堂で提供するとかっていうふうにもしなったら、うん、すごい面白いなと思って、はい、うん、面白い、うん、で今まではやっぱその廃棄に業者にお金をね、はい、もちろん払って、はい、処分してもらってたんですけども、はい、まあ、自分の社内でやることで、まあ、それが、かからなくなると、うん、さらにちゃんと堆肥にしてそれを販売して、まあ、収益として最終的にまあプラスにもなる可能性も秘めてる、はい、うん、まあ、最初にやっぱりね設備投資はもちろん必要なんですけども、はいはい、まあ、本当に面白い話だなと思って僕はもうこれ絶対成功させようと思って、うん、なんかだいぶそのね企業の取り組みみたいのが増えてきた感があるし、まあ、結構昔からなんかやってたって話は聞いてたんだけど、あの焼酎 の,、うん、あのいっぱい作っている会社で黒木本店って会社があるんですね、うん、九州に。ここはなんか前からその絞りカスを循環させて、うん、で芋作ってみたいな、うん、やってるみたいなことを聞いてて、はいはい、昔からあるではあるんですけど、うん、やっぱでも今の時代なんかすごいいいイメージになりますよね。そうそう、まあ、SDGs っていう言葉と絡めて、うん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 、やっぱり社会責任みたいなのも企業もあるので、はいはい、そういう取り組みっていうのが広がりやすい土壌が今できているような気がするんですよ、はいはいはい、なんかしなきゃですもんね今。そう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 、なんかしなきゃだけど何していいかわからないですもんね、うん、そこもね、たまたま白川町に、うんうんうん、なんで聞き取りに来たかも未だによくわからないんだけど、農家の話を聞きたいって言って、はい、その会社から4人ぐらい人が来て、なんか何の話するか全然わかんないで、はいはい、とりあえず話してくれって言われて行って、うんうん、勝手に生ゴミの話をふわーってしたら後から連絡来て、うん、あの話すごい面白かったからよっしゃ来たぞこれ生ゴミ野郎だって。いやなんかね、はい、だから時代がやっぱ変わってきてる感じしますよね。だからやっぱりこう、うん、いろんな意味でやっぱり生ゴミってどう処理していいのだろうっていう部分はやっぱりみんな思ってると思うんですよ、ね、はい、だからまあ本当にこう今こう選択肢の中でまあそう企業なりホテルなりもそうですけど、サスティナブルかそうでないかとかそういうふうなこうね部分でこう見られたりとか意識がそういうふうになってたりとかするんで、やっぱり自社としても何か取り組まないとっていう部分で一番手につけやすい部分かなと思ったりもするんですよね。だからまあそういう部分でこれから、ね、伸びていく部分だと思うし、うん、はい、だからまあいろいろこうお話聞いてて思うのは、はい、うん、まあ、あの実際その生ごみを堆肥化するのにどれだけのスペースが必要なのか、その生ごみ何キロに対して、うん、まあ、そのできた培養となりその堆肥というかどれぐらいの量になるのかとか、はい、そういうのが実際耕作面積何、はいはい、ね、ね、何ヘクタールあたりの、ね、うん、コンサルがいるってことですか。いやいやいや、いやマジ必要ですね。なんかね、そういう部分でしっかりとね、うん、数値ができるね、目安ができれば、はいはいはい、このぐらいのゴミの量だと、うん、この年間このぐらいの量が出て床材はこのぐらい仕込んで、うん、で堆肥がこのぐらいできるから、はいはい、このぐらいの畑に撒いて、うん、この面積の堆肥は循環してるということで、うんうんうん、まあ、お店とかで販売できますね、うん、そうですね、そういう形になると思うんですよね。今それめっちゃ計算してますもんもうエクセルできてます。あ、マジっすか。ポンと数字、何キロ生ゴミ出るって言ったらバーって全部出ますけども、うん、
でもやっぱそういうのって絶対必要じゃないですか。本当にいいことだからやろうじゃなくて、ちゃんとみんながハッピーでお金になって、そういう循環も絶対できないと、誰かが本当に全部苦労を背負うことになっちゃったら続けられないので。なんかコンサルいるんじゃないですか、高橋さん。高橋さんもあの生ゴミ職人から、生ゴミ野郎から堆肥職人超えて堆肥かコンサルみたいなちょっとそういう感じでプロモーションしてたらいいんじゃないですか。まあでも最近ね、本当そういう話が結構たくさん来るので面白いんですよ。僕生ゴミ野郎も面白いですけど、やっぱりなんか堆肥かコンサルみたいな人の方がなんか話聞いてみたいなみたいな。じゃあ企業はねちょっと生ゴミ野郎には頼みたくない。そう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 。フックはするけどちょっとそこから先こいつは大丈夫かな。そう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 ですね。いやなんか俺も結構いろいろ今回ね。ゲスト来てもらって話すんでちょっと調べたりしてたんですけど、なんか若い人も最近興味を意外と持ってる人がいるらしく、その立命館大学になんかユニコーンっていう、学職から出る生ゴミで堆肥を作ろうっていうのを勧めてる人がいるんでしょ、高橋さん。そう、あのね、その人たちに僕たまたまなんだけど橋本さんのところで会ってるんですよ。立命館大学でソフィックス分析っていうその土壌微生物の多様性を、調べたりするようなことを開発した先生がいて、そこの学生さんたちだったんですけども、結構ニュースとかでね、出たりしてるんだけども、学食から出る生ごみを堆肥化するって言って、もう本当に昨日一緒にやったようなことを学校でやってるんですよ。でキャンパスの中で切り返しとかやって、これがなんかこの間ニュースに出て、でそれが多分だからかっこいいとかおしゃれとかそういう風になるって信じられないけど、今だからすごいすごいそうなってきてるんですよね。超いい。若い人は割とそこに対してなんかハードルもないし、意外とすんなりそこ活動に結びつけちゃう、なんかパワーがあるよね。あとね、今結構流行ってる LFC コンポストとかあるんですよね。LFC コンポスト。昨日の参加者の方でもいましたよね。一人ね、いたんですけど、可愛らしいフェルトのこのバッグ、トートバッグみたいなので、上がこうチャックがついてて、で、その中に、床材じゃなくて、機材っていうんですけど、そこでは。機材を入れて、生ゴミを入れていくっていう。キッチンにポンと置いといて、捨てれるっていう。あれ外に置くやつじゃないんですか。あれはね家の中に置くタイプなんですけども、まあすごい可愛らしいんですよ。はいはいはい。だけどまあちょっとねやっぱり容積が小さいので、処理能力どうなのかなとか思ってて、僕も今すごく興味があって、まあそれをやってる人たちのグループと最近ちょっと、まあそこもなんかいろいろこうもっと堆肥化うまくやりたいみたいなので僕に相談が来たんですよ。へえ。そのラジオつながりなんで本当ポッドキャストやってよかった。で、今ねその人たちのグループは、その LFC で、ある程度こう入ったやつをまとめて、それこそ二次処理するっていう考え方はちょっと、改造版みたいな感じで、一次処理は LFC で、二次処理を、今回はゲストハウスみたいなのの外に小さな堆肥ボックスを作ってそこでやるっていう風なのを今始めてるんですけども、これがね本当に、若い女性ばっかりなんですよ、ほとんどが。でみんななんかこうちょっと おしゃれな若い町の女性で、東京の人なんですよ、全員が、みんなね意識あるね、やっぱね堆肥とか微生物とか、今菌活って言葉も流行ってますけど、菌活ね、菌活ね、菌活めっちゃ流行ってるらしいです。そうなの。ちょっとなんか全然違ったらごめんなさいね。なんか菌の漫画かなんかって今めっちゃ流行ってるのあるんですか。もやしももやしもんはね結構前だけど、めちゃくちゃねブレイクしましたよね。あの日本酒ではないか、あれはね、まあ味噌とか麹、なんか菌が見える男の子の話なんだけど、僕もね前回持ってるけど、あの漫画ねちょっと深すぎて、よくみんな読むなって思うけど、難しいというかね、面白いですよね。いや今ね流行ってるんですよ、菌活。菌活ね、発酵とか菌活って結構キーワードになってて、発酵はねでもそうですよね。発酵はなんかね、石垣にでもすごいいろんなこと聞きます。発酵食品とかねいろいろあるけど、まあ堆肥化もやっぱり発酵なので、ぜひこう本当に飲食店から、生ごみとかを
対比化できるような仕組みが、まあ、なんかの形でねできてったら面白いなと、ね、多分でも事例が出てくると思うんですよね、そろそろ。なんでその事例が増えた時に、うん、やっぱまあ高谷さんみたいにコンサルできる人が、うん、コンサルできる人がね、うん、そうですね、うん、依頼受けてやるみたいなのはあるかもしれない、うん、で飲食店も例えばその同じような志の飲食店とつながって、うん、その間だけでやるとかでも、うん、最初はいいような気がするよね。だからもうここにね、うん、バンドさんいらっしゃってるので、はい、ぜひあのバンチャー発信 で、いやいやいや形にしたいですよ ね、 ね、 やっぱりね、それできたら本当すごい素敵だなと思います、うん、いやいや本当にだから回収に来てもらわなくても持って行ってもいいなと思いますよ、うん、本当にそういうんだったら逆に ね、 いいね、そうやって、うん、まあね、あの農家さんが直接そういう形であればね、また農家さんの関係性も深まるだろうし、荒木さんちょっとあの夜飲みに行く時間をいやいやいや、ちょっと待ってちょっと待って本当本当ね、本当に本当にいやいやいやちょっとでいいんですよ、1日30分とかねパイン農家パイン農家そうだった かぼちゃ忘れてた今一瞬まあでも、うん、なんかその道筋というかそれをつけたいし、うん、なんか本当協力して、うん、そういう動きはやっぱムーブメントを起こしたいんですよね、うん、そうですね、なんか面白いと思います、うん、いや超楽しみですこれ、うんうん、まあ、ヒデはね、はい、ほらあのビーチクリーンのゴミ拾う方だけど、うんうん、俺は生ゴミの方で、うん、まあどっちの方とかまあ一応あるけど、うん、でもそれって、まあ、両方つながってくるし、うん、そのなんか一緒じゃないですか、そうですね、うん、でもなんか面白いな、うん、うん、そう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 、ゴミ野郎ばっかりですね、ゴミ野郎ばっかりですよゴミ野郎ばっかり、あのバンドさんの息子さん、うん、実はその、はい、今僕が特別講師として、うん、関わらせてもらってる、はいはい、あの島の高校生たちが、漂着ゴミをアップサイクルしてっていうところで、うん、いらっしゃって、いや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 僕もびっくり、そうそうそう、これですこれです、これだ、これキャップ、今キャップルダー、キャップルダー、そうそうそう、すごいいいですよね、はい、これをその徳間さんがやりたいっていうので、高校生たちでクラウドファンディングやってお金を集めてっていうので出来上がったものがそれが、そうなんだ、つながってたっ、ね、はい、そう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 ですね、いやだからそういう意識高いと思うし、はい、またうちの娘今大学院で農学系で、そうなんです、土壌微生物の、はいはい、あらあらあら、すげー微生物来た、繋がりましたね、いや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 、そうなんです、そうなんですか、だからね、面白い、いろんなご縁を感じますね、本当です、本当ですね、面白い、いやこれやっぱ始めることになりそうですね、いやもうなんかここでこの場がセットされたもうあのそういうことなんですね、荒木さん代表者立てましょうクラファン準備しますじゃあもうあの単館とかでなんとかできますか、単館ですねとりあえずもう作っちゃうじゃん、じゃあ、下地あの 大工の下地さんに、うん、はいはい、頼んで作ってもらいましょう、うん、じゃあ、ね、ちょっと次の回でそこも一緒に頼んじゃいましょうかいいですねそれいやまあでもなんか、はい、あれですね、ちょっとなんとなくイメージはついたかな、うん、いや本当にしますね、うん、そうですね、すごいすごい、酒屋さんの方にも多分これから情報としていろんな事例が集まってくると思うし、うんうん、はいはいはい、まあ、まずはでもね、あの個人の方のを広めつつ、うん、そうですね、うん、意識を、うん、まあ、皆さんの意識を変えてもらいつつ、うん、なんかそこにつなげていきたいなって気にはなってきたん で、うん、そうですね、まあ、どっちかっていうと俺がやるというよりはもうこのラジオを聞いて俺にやらせろみたいな人がやりたくねえアピール違う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 俺はどっちかっていうとこの旗振る方だいやいやいや、誰か出てきて、ね、そうですね、そうなんです、多分、うん、はい、そういう人がいるんじゃないかなと思うんですよね、うん、いやだから本当にそういう風な対比でできた野菜っていう部分もまたそれはそれで価値を出せるんで、それを使ってますっていうことでまたね、そういうのに関心持ってもらったりとか、だからなんかその本当新しく例えば高谷さんのとこで勉強してとか、そのコンポスト学校橋本先生のとこで勉強して、でそれをなんか試す場がないとかいう人がいて、なんかやってみたいって人がいたらもうぜひ、うんうん、そうか、うん、石垣に行ったらとりあえずフィールドあるからそこで、うん、そうですね、やってみたらみたいな、その、はい、例えば、うん、まあ俺の農園まだそこまでの規模はないんですけど、うん、自分の農園で人を雇えるぐらいの規模感持ってきたら、うん、じゃあ半分そのコンポストのをやって、うん、半分農業手伝ってみたいなことも可能っちゃ可能なんですよ、面白いですね、まあ、うん、
ちょ反応版 X だけど、うん、まあ対比と、まあ、両方農業なんだけど、まあ農業だけど、うんうん、反応反、まあ、対比っていうかね、うん、それすごい面白いですね。なんかそういう人が出てくるんなら、うん、なんかなんとかその規模が大きくなってきた時にそういう人を雇うような仕組みは作れたら面白いなと思いますね。動き出しちゃいましたね今ちょっと待って規模拡大しないと全然今ただの借金をするいやでもなんか、はい、形にちょっとずつしていきましょうね。そうですね。そうですね。うん、なんかそういう風に持っていけるんじゃないかな、うん。今日も安藤さんとこうやってしっかりお話できたんで、うんはい、なんかまあゆっくりとできる、うん、とゆっくりと、うん、やっぱ楽しくやっていくことが絶対大事なんで、うんはい、そうですね。無理して広げちゃダメで、はい、やっぱ楽しくやって本当にみんながこう喜んでくれる形を見て、うん、もっとこうやりたいと思う人が増えていくっていうのがそうなんで、はいはいはい、そうですね。焦っちゃ絶対ダメですよ、ねうんはい。義務感じゃなくて。そうそうそうこれやってるのがなんかやっぱどこか心の中でやっぱすごい充足感満たされる感じがあったり楽しさがあったりっていうまあそういうところでやっていかないと疲弊して終わっちゃいますから誰かが負担して本当そうだと思う、まあ、なんかでもちょっと今日こうやって坂東さんと高井さん来ていただいてなんかちょっとなんか見えたなっていう気がするのでまあ、本当良かったっす。ちょっとありがとうございます。楽しみにしてます、うん。ありがとうございます。はい、また今後ね、何かのこう情報が入ったらもちろん高橋さんからも情報提供いただきたいですし、はい、そうですね。うん、まあ坂東さんとも僕らで何かできるようなことがあれば、ね、小さくてもいいから、はい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 、進められたらやっていきたいなっていう気がする。本当にね、こうぜひそういう堆肥生ゴミからできた堆肥で作った野菜をぜひ食べてみたいし、はい、それをね。本当にお客さんに提供できるような形に取れたらなと思って、はいうんはいまあ、なんとかじゃあ、はい、やっていきましょう本当によろしくお願いしますよろしくお願いします責任が重くなったこれをセットした俺がここまで見込んでたんでしょわかるけどそうそうちゃんとあの自分の引いた伏線の上を僕らは進まされてるだけがまあ、楽しんでやっていきましょう。そうですね。うんはいはい、はい。ということで、本当、今日は、高谷さん、坂東さん、出演していただきました。本当、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今後とも、本当、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、第2話はこんな感じで終わりたいと思います。はい、で、はいまあ、また続きますので、はい、第3話がありますので、はい、皆さん、第3話、ゲストも控えておりますので、はい、お楽しみにということで、はい。ありがとうございました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 。